ウンドはゲームスタート。ポケモンセットリングを持っていたらスイッチをモード2にしよう。読み込み中、ガオールパスを動かさないでね。コーナーを押して赤いアイコンを揃えよう。あれで行く、肉のあれで行く。読み込み完了。これが君のデータだ。あれ相性悪いからね。ガオールチケットを持っていたらマルチスキャナーにリスクリスク。ドローンをバトルしてゲット。コースを選んでね。まあまあ。グーバコー。道具チャンス。ガオールメダルを道具と交換できるぞ。ガオレメダルと交換する。やった、道具をもらったぞ。この後のバトルで防御、特防が難しいな、なかなか。あれ、これだったってコース、これでいいの？これ前のアクロだったから。あ、いえ、コース。野生のポケモンだ。バトルして捕まえよう。さあ、君のポケモンを出そう。ガオリリスをセット。いけ、赤い数字を狙え。攻撃アップ。一瞬していく。効果を発電。しっかり相手の攻撃。防御ルーレット。黄色いマークを。ポーガーの返り打ちが出てる。一度返り打ちだ。ポーガー一瞬していく。シロさん頼むぞ。味方の攻撃。メガ進化チャンス。タイミングを合わせてボタンを押せ。成功。あれ大成功だったね。あれ大成功だったね。あのルーレットが中途半端な感じだった。攻撃力ぐんと発達。メガスパーナイト。マシマネスタイル。急所に当たった。頑張れ。相手の攻撃。防御ルーレット。黄色いマークを狙え。避けやすさアップ。気をつけろ。ああ、そうやってやる。やられちゃった。死ぬまで出してます。ガオリディスクをセット。死ぬまで。味方の攻撃。攻撃ルーレット。赤い数字を狙え。攻撃アップ。結構だ。一瞬していく。コーナーを押して赤いアイコンを揃えよう。効果を発電。やった、ゲットチャンス。月光河に絆の力がみなぎった。それでいいね。ボールレバーを動かしまくれ。こっちの返り打ちだ。
後ろなんかバンクある。あ、進化って書いてある。出そう出そう。ここに進化の写真を入れてね。そうさっきなかったらしい。おたけびを上げてポケモンを呼び出そう。ディスクゲットボーナス。ボタンを押しまくって気合をチャージ。気合を込めておたけびだ。すごい大太鼓レベルだ。周りのポケモンがおたけびを聞きつけた。シャワーズ戦争完了。あ、グレードシャワーズ倒れに気を取り出そう。100円を入れるとあとで続けられるよ。あとイーブイもやってみたいけどね。まあでもちょっと2回目のバトル連続バトルボーナス1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復バトルスタート。負けな。味方の攻撃、攻撃ルーレット赤い数字を狙え。攻撃アップ月光だ。一寸制限いいぞ。負けな。味方の攻撃、攻撃ルーレット赤い数字を狙え。攻撃アップシルバニー爆発でアタック。しまった。頑張れ。相手の攻撃防御ルーレット黄色いマークを狙え。Okay.
ダッキーポケモンが進化すると進化チャンス100円を入れるとよかったよかったポケモンが進化するよ、あくらえるでしょ、おやポケモンの様子が、おめでとうポケモンが進化した、またけびをあげてポケモンを呼び出そう、ディスクゲットを押す、よかったね、ひろちゃんボタンを押し、はい、気合を込めて、おたけびだ、あっちゃびっくりだ、よし、よし、いいだいいだ、お見事、ひっくり返りレベルだ、よかった、かわいいポケモンがおたけびを引きつけた、エンペルのおたけびだ、スナイパーティン演奏完了、魔法エリスキを取り出そう、じゃあやめよう、欲しいよ、100円を入れると進化したポケモン出たんかいね、ああ出たんか、じゃあこれでやめよう、うん、やめよう、なんか伝説なポケモンの出現、お疲れ様、ポケモンセンターに戻ろう、レンパーかね、レッキーザー、まあ進化したけどよかった、そう、ガオレパス、ガオレパスも動かさないでね、結果発表、君が手に入れたガオレディスクはこれだ、バトルに出すと何かが起きるかも、レードアップする、やったガオレメダルを、そしてではプレールさんのシャワーズ、今回のバトルスコアが出たぞ、